来たぜ、うつろの夜。毎回毎回騒がしいのは気に入らねえが、こうしてバカどもが集まってくれるのは俺にとっちゃ好都合だ。少し能力に目覚めたくらいで調子に乗っちまってる勘違い野郎どもはよ、一人残らずぶちのめしてやる。俺様自慢のブラッドスパイクでな。その中でも今回のお目当ては最強と名高いまばゆき闇の昼だ。どこにいるのか知らねえが、すげえ力の高まってる方大体わかるぜ。ま、そのヒルダってのを知ってる奴に出くわすまで全員ぶっ倒していきゃいいしな。トップ倒してはいおしまいってのも味気ねえ、楽しまねえとな。アムネジアだかなんだか知らねえが、無能どもが大量に群れてギャーギャー心底うざって、リヒトクライスってのだけでもブチギレそうだってのによ。腹毒素てめえが根城にしてるうつろの夜の深淵、そこをお前らの墓標にしてやるぜ。待ってやがれよ。君はどこまで足掻いてくれるのかな。後悔してももう遅い。ファーストクローズディバイド。危なすぎる。行くよ。危なすぎる。危なすぎる。分かった。セカンドクローズディバイド。危なすぎる。分かってる。分かってる。甘いね。やってくれ。甘いね。分かってる。いくよ。ブレスラン。格付けたみんな買わない。分かったか。喧嘩ったらこうすんだよ。綺麗事並べてんじゃねえんだ。あとはお願いね、白夜。懲りないね、白夜よ。ファーストフローズディバイド。食らうぜ。シルバイド怖いね。セカンドクローズディバイド。やめてよ。やめよ。行くよ。ここにも。やってくれ。ブレスダン。
まだまだ足んねえんだよ。戦う理由なもんねえよ。強いて言うならてめえの顔がムカつくからだ。おい、そこの角出しみたいな格好したガキ、てめえもこの夜の元をうろつく身の程知らずか。なんだよ、お前こそ真っ赤人みたいな格好しやがって。全身赤くして威嚇でもしてんのか。ハサミでも広げてみろってんだよ。このクソガキ、面白いこと言ってくれるじゃねえか。この俺のブラッドスパイク、唯一の欠点をはっきりとよ。心臓気にかねえやろで、ぶっ飛ばしてやんぜ。お前、リヒトクライスの人間じゃないよな、絶対。パラドックスの手先ってわけでもなさそうだし、単なる喧嘩屋か。はぁ、リヒトクライス、パラドックス、はぁ、そのムカつくクソ野郎ども、これから俺がぶっ潰しに行くとこだ。俺の視界内に入った生意気な奴らだ、全員ぶっ潰してやるよ。この夜の戦い、なんだか重苦しい理由ばっかりで少し嫌気がさしてたところだ。いいぜ、こういう単純な理由の喧嘩は俺も嫌いじゃねえ。上等だ、その潔さに免じてこればっかりしてやるぜ。ファーストフロー、ディバイド。セカンドクローズ、ディバイド。スーパーガス、カンマン、セア。うわ、やめて、すいません。まだだ。そげ、うわ、もうすぐだ。そげ、うわ、無理だって。もうすぐだ。大変だ。もうすぐだ。おぼれ、メイク、そげ、おぼれ。あれ、おぼれ。まだだ。カンマン、おぼれ、すぐだ。あれ、おぼれ。こんな。片付けた。みんな、カーマン。これからじゃねえか。我が本を試してみる。ファーストフロント、ディバイド。やらせて。それとも。セカンドクローズ、ディバイド。その通り、その通り、ライフを見せる。
それで終わりだ。踊れ、やらせ、踊れ、踊れ、蹴散る、切り裂く、焼けろ、バッテンモード、やっと手を受けて見やがれ、くらいつけ、格付け担当、みんな、カーマン、クソが、もう折れんねかよ、これからじゃねえか。お相手願いましょうか。軽くひねってやんよ。ファーストクローズディバイド。だから甘い。ぶち抜け。さあ、潰せ。いってよ。そうか。踊れ。それで終わり。あれ。やっと。それで。そうか。踊って。いってこれ。踊る。みんな、カーマン。セカンドクローズ、ディバイド。ジャンプ！おい！くらえ！し、やる！それで終わり！しっかり！それでやる！ダメよ！赤子とは、おい！しっかり！驚き！あー！うわー！出てやる！どっちの磨きかけ！そいつ！見ろ！さっ！いっくりよ！しっかり驚れ！いいね、その自分の弱さがまだ信じられねえって面、それだよ、その呆然とした面が見たかったんだ。よう、お坊ちゃん、こんな夜にどうした？塾の帰りか？危ねえぞこの辺は。行かれた連中が山といるからよ。そのようだな。お前の口から言われるとこの上なく説得力がある。今宵は俺も先を急ぐ。くだらん喧嘩が目的なら早急に片付けさせてもらおう。おうおう、手っ取り早くて嬉しいね。やっぱそう来なくちゃな。俺は暇なんだよ。お忙しいとこ悪いが、ちっと付き合えよ。
な。両手に大層な獲物ブラブラさせやがって、この真っ黒ナマズ野郎が。ナマズか、可愛らしく呼ばれたものだな。腐ってもこのアサシ、もう少し凶暴な生物に例えてほしいもの。そしてそれなら、さしずめお前はマッカチンといったところか。自分を大きく見せ、相手を必死に威嚇するその様、そっくりだな。ま、てめえ、さっきの角出し小僧と何だ、流行ってんのか、そのマッカチンたら。流行っているかは知らぬ。率直な感想を口にしたまでのこと。それより、今お前の口にした角出し小僧というのにいささか興味がある。俺の探している憎き男の風貌に似ている。そのものにどこであったのか話してもらおう。なんだ、ナマズちゃんと角出しちゃんは仲良し小良しってか。安心しろ、角出しなら俺がたった今ぶっ潰してきてやったからよ。なんだと。ま、とどめまで刺しちゃいねえからよ。悪運が強けりゃ生きてるかもしんねえぜ。今からでもお見舞いに行ってやれよ。それとも地獄で集合の方が手っ取り早いか。お前程度に敗れる男であれば興味も失せよ。アメリカザリガニの調理法は知らないか。何、茹でれば大抵食えるだろう。ファーストクローズディバイド。くだらない、捕らえられない屈辱。今日は貫く屈辱を後期避けろ。なかなかくだらない、ついてこれる。ここ、捕らえられない、見切れ。貫く屈辱を止める。なかなかの運命。生きてるか、こう取るに反応。セカンドクローズディバイド。くだらん、なかなかの、くだらん、捕らえられない、貫く、初戦中のペネトレイト、後期、取るに反応、なかなかの、この手、
調子に乗ってやがるからそうなるんだよ。お仕置きの時間です。後悔してももうせえ。ファーストクローズディバイド。攻めの勝ちですね。やりますね。見てるから。セカンドクローズディバイド。爪が甘い。爪が甘い。お見事。爪が甘い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 。やりますよ。引きだ。無駄だ。やりますよ。爪が甘い。ブレイクダウン。格付けタグミンカーマン。いいぜ、リーダーでもボスでもママでも何でも連れてきてみろ。そいつは俺を満足させてくれるんだよね。我シストも死せかんで。ファーストクローズディバイド。やるな、終わりか。早い。この終わりか。そんなものか。やるな、終わりか。なかなか。潰せ。スーパーマイク。天候不審。やってくれたら。は。セカンドクローズディバイド。終わりか。終わりか。そんなものか。やるな。こう。やるな。終わりか。はいはい。やるな。来い。出た。電光だ。やるのかい。ブレイクダウン。格付け完了。ウィンカーマン。戦う理由なもんねえよ。強いて言うならてめえの顔がムカつくからだ。いずれの組織にも属さず誰ともつるまぬ。ここにして最強のインバースカーマインプライム。お目にかかるのは初めてじゃあなかったよな。ああ、てめえは強欲のハーベスターだったか。また面倒そうなのなっちまったな。見逃してやるからどこへでも見せろ。いやいや、
このうつろの夜の深淵を前に俺がここにいる意味はわかるだろう。ここを進みパラドックスに会いたければこの俺を倒していけってな。こんなベタなこと最後まで言わせるなよ、恥ずかしい。かつてアムネジア最強と言われたてめえが今はパラドックスの犬か。番犬風情がキャンキャンと吠えてんじゃねえぞクソ犬が。最強か。願えども遠く叶わず遥か幽玄に聞こえる甘美な響きだね。そこから逃げてきた今の俺には果てしなく不釣り合いな言葉でもある。さてあんなバカ女でも割と大事な昔の仲間なんでね、お前さんが今深淵に立ち入ってめちゃくちゃに暴れるのは俺としてはいささか都合が悪い。だからな、ここでその命置いていってくれるよな。甘いんよ。やっぱそうこなくちゃな、強欲さんよ。めんどくさい相手してパラドックス相手のウォーミングアップにはちょうどいいだろうよ。ファーストクローズディバイド。今のは見込みそれで余計なのに幕下でるわっやってくれたね。幕下でる踊れ潰せそれで誰の踊れ踊れ踊れ今のは惜しかったな。幕下だセカンドクローズディバイド。シルバー出して切り刻め。今のはカウンター。マクシキスマクシキスマクシキスカウンター勝負になるとでも思ったか。てめえと俺じゃそれはありえねえな。お前がパラドックスのヒルだってなよ。俺のいないところで雑魚ども集めてよ。随分楽しそうなことしてくれてるじゃねえか。そうね、その雑魚がこうしてまた一人集まってきてくれちゃってほんと楽しいわ。言うじゃねえかこのクソ女が。その度胸に免じて特別丁寧にぶっ飛ばしてやっから、せいぜい抗え。あら怖いわね。あんたは誰の差し金なの？ここに来た目的は？ごちゃごちゃとわけわかんないことだよ。てめえがこうしてクズども集めてお山の大将を気取って、それがとにかく気に入らねえ。だからぶっ潰しに来てやったんだよ。呆れた。
それだけの理由でうちの兵隊みんな倒してここまで来たわけ？そうだよ、気に入らねえからぶっ飛ばすんだ。違うとありますね。てめえだってずっとそうしてきたんだろうがよ。手にした力ぶつけ合って潰すか潰されるかが全てだろ俺たちはよ。違うのかパラドックス。確かに違わないけど、もう少し美学に沿ってエレガントに動いてほしいものだもん。でも今こういう獰猛なワンちゃんは嫌いじゃないし。このあたしがその空いてる首元に特別丈夫な首輪でもプレゼントしてあげるわ。ファーストフローズリバイド。どう逃げないでね。無駄行きなさい、跳ねなさい、出しなさい、触れなさい。こういうのはどう？上級これはどう？もったい無駄な。もったい無駄な。強いわ。もっと強いわ。もったいな。セカンドクローズディバイド。まるで行きなさい、出しなさい、跳ねなさい、出しなさい、触れなさい、コンデンスクルー、跳ねなさい、さすがにやめよね。お上手、強いわ、強いわ。ブレッツダウン。格付けたの。みんな、カーマン。いいぞ、リーダーでもボスでもママでも何でも連れてきてみろ。そいつは俺を満足させてくれるんだよね。どうしたよ、最強のリバースとやらがもう折れんねか。そんな、はるか英語の最短の高みを目指すこの私がこんなチンピラに負けるなんて。それだけ俺が強えってこと。これから向かう地獄の鬼どもにも伝えておけ。このパラドクス、こんなところで倒されるなんてあるわけがない。次こそ必ずあんたを這いつくばらせてやる。覚えておきなさい。いいね、その遠吠え。キャンキャンと可愛いもんだ。いいね、いつでも。そしてこの俺を楽しませろ。何度だってぶっ倒してやるよ。その心が根っこから折れるまで。でよ、負け犬をいびるのも楽しいんだが。まだいるよな、その扉の奥に。なんかてめえに全然良さそうなのかよ。扉って、あんた、そっちはやめなさい。そこをくぐったら、全てを食われるわよ。
なもん知るか。俺を食うな。上等だぜ。なんだ、誰もいねえどころか、なんもねえじゃねえか。逃げた。封印、最短のゆりかご、永劫の迷い、消えてる。そんな、どこに。なるほど、そいつがてめえの拠り所か。その様子じゃ、本当に逃げちまったみたいだ。今日ざめだ。あばよパラドクス、逃げたそいつに伝えておけ、次の標的はてめえだってな。ゲームオーバー。